皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドカズアリーナからお届けいたします。いつもは車両紹介をお届けしてるんですけども、今日は趣向を変えて在庫をちょっとバババッと紹介させていただきながら、うん、中古車バブル崩壊なんて言われてるじゃないですか。そうですね、はい、なんでその辺を深掘って、うん、アリーナ店店長の小島さんに、はい、ちょっと爆弾発言を数々してもらおうかなっていう、そういうダメかもしれないです。だから途中からこうモザイクが入って声が変わっちゃうかもしれないんですけど、そんな感じでちょっと在庫紹介と、あと、まあ、最近の中古車市場のお話をお届けしたいと思います。それじゃあ早速在庫車両、はい、まずはドイツ御三家からちょっとふわふわっとお話しさせていただければなと、はい、でちょうど今在庫でも M4 のコンペティションがあったりだとか、後ろの方にはゲレンデがあったり、はいはい、E のクーペですか、はい、GLE クーペがあったりするんですけど、この辺はどんな感じでしょうか。どんな感じすごい結構動いてます。フリーですね。まずその BMW に関してはもともと中古車バブルって言われた値段の上がりっていうのはそんなにないメーカーではあったんですね。で M3 とか、まあ、うちなんか特に扱い多いとは思うんですけど、やっぱりちょっと、ね、下がってはきてます。あ、下がってきてるんですか。下がってるっていうか、もともとだからそんなには上がってはないので、まあ、今まで通りこうじわじわ、今まで通りじわじわ来ているので、なんかそんなにそのびっくりする感じではないのが印象ではありますね、うん、あとは、まあ、新型、これまあ先代になりますけど、新型の値段は結構ね下がってます。あ、そうなんですか。そうですね。で新車の今の現状でいくと、クーペ、M3、カブリオレ、納期は結構半年ぐらい来ちゃうので、もう値段も結構下がってます。あ、そのぐらいで来ちゃうんですか。だ M3 今値段強いのがもう本当貴重になります。ツーリングとか、あ、はい、そんな感じにはなります。あとはなんか特殊な限定車とか、限定車でも、ね、BM の限定車も、ね、そんなに強くはないと思うんですよ、ね、あ、そうなんですか、はい、じゃあ逆に結構ドイツ御三家の中でも狙い目というか、狙い目だと思います、ね。まあ、いつ買っても割と安定してるかな、割と安定はしてますが、やっぱりその7シリーズとかはやっぱりその、あ、なるほど、まあ、これ P かもしれないですけど、やっぱり新車でなかなか買う送るまではないということはちょっと、まあ、分かります。中古車市場から言うとですよ。それは多分もうおそらく見てくださってる方、はいはい、皆さん共通認識だと思って、はいはい、むしろ僕も一つ前の7シリーズとかめちゃくちゃお買い得だなと思ってるんで、はいはい、まあ、その辺は逆に狙ってる方にはすごくいいんじゃないかな、ね、はい、だかこれから買ってあんまりちょっと値下がりするのちょっと怖いなっていう方にはおすすめできない車種になってくるかな。でも根本的に、まあ、今回こういう話をしてるのもあれですけど、もう今これからの時代って損しませんよとか得しますよっていうのはもうなくなっちゃってる時代に入ってきてると思うんですね。確かにここ 1,2 年ちょっと異常でしたからね。異常だったんで、だからそれはやっぱり あると思うんで、影響を受けてないメーカーの一つでもあるのかなっていうイメージはありますね。さあ、そしてドイツ御三家といえば、はい、いろいろありますけれども、はい、中古車バブルっていう話題で言ったらど真ん中の車だと思う、うん、そうですね、はい、ズバリどうですか。ズバリ P は P で入れるんで大丈夫ですよ。そうですね、来てますよね。ちょっとやっぱりね、ネタにはすごいなるんですけど、これをね、こう公共の電波というかYouTube に載せて話すのがちょっとすごい怖いぐらい値段の落ちてると思いますね、はい、でも僕個人的にですけど、うん、悪い話だけじゃないと思うんですよ、うん、当然今乗られてる方だと、うん、ちょっとその売る時のこと考えてたりすると、うんうん、いやちょっとそんな下がっちゃってるのか、うん、もしくはこう高い時に買われた方だと割とこうショック大きいと思うんですけど、うん、逆にこれ今から買おうっていう方には割といい時期になってきてるんじゃないかな、うん、そうですね。標準に近い形にはいやまだ近くないと思いますけど、徐々にこうこなれてきてる感じにはなってくると思うので、実際じゃあ一つ間違えちゃいけないのは、車はいいんで、車はいい車なので、そうですね、はい、だからもう手放すことを考えてるんであれば、はい、割と早めに、うん、まあ、可能であれば、うん、はい、で逆にこれから購入されるっていう方はいい時期になってきてるんで、うん、いい時期になってきてるか、いやでもこれからどうなんですかって多分皆さん気になされると思うんですけど、僕はもう一段階いくと思います。あ、本当ですか。でもやっぱり欲しい車は欲しい時に買ってもらう、うん、だから最終的に結局多分高い時期でもう皆さんやっぱり買われた時って今しか買えない企画、今で欲しいからこの金額なんでしょってまた買われるので、それって正解だと思うんですよ。確かに。だから高いから高い時期買っちゃったから損したなって思っちゃうのはちょっとその間寝かしてるんだったらいいですけどね、やっぱりその分買った楽しみだったり乗ってる楽しみだったりってあると思うんで、その費用対効果あるのでそこはちょっと失敗したって思っていただきたくないかなとは思うんですよね。だから今から買うので一番悪いパターンとしては、これが値下がりしないものだと思って買うのが一番、うん、あとはそのオプションですね、はい、あ、なるほど。絶対にマニファク付きを買ってもらった方がいいです、はい、後々それはもう
あの今まで そのバブルっていうそのゲレンデバーって上がってる時はもう全部の車種が値が上がってたんで、まあどれでもいいですよ、走行少ないですよとかっていうのもあったんですけど、今はもう装備オプション G63 も400もここはちゃんと見ていただかないと。今だからこそそこはちゃんと見て買っていただいた方がいい。安くなってるから安いだけじゃなくて、安い例とかもっともう一個ゴンってなった時の幅が多分広くなってるんで、必ずオプションがついてる車、なるほど、っていうのは絶対チョイスしていただいた方がいいと思います。はい、はい、じゃあ続いて、はい、お話ししていきたいのはこの新しめのメルセデス、はい、新車の供給があるやつ、はい、この辺は今どうですか。これはね未知数、モザイクかけたいです、はい、じゃあモザイク入ります。はい、ここはねちょっとねやばいです。あ、やばいですか。やばいですね、はい、あの車はすごいいいです、いいんですけど、今の時点でこれベンツの方を敵に回しちゃうかもしれないですけど、ベンツの方と話した時に何売れてますかって言った時にちょっとすぐ回答返ってこないんですよ。あ、だ今結構ベンツさんも苦戦してるのかなっていうところがあって、そうなってくると新車のお値引きっていうのも多少、今までベンツ値引きしませんよっていうスタンスだったんですけど、まあ、もちろんそれ別番がありますけど、まあ、それがちょっと崩れてきてるかなと思って、いけるかもかもしれない。なるほど。っていう中でそうなってくると値崩れっていうのがあってくるので、こういうこれはちょっと言っていいんですかね、いいです、新古車的なものっていうのは値段が落ちてきてます。で実際これも値段下げてます、うちも。あ、だからお買い得にはなってます。はい、はい、私たちも日々こう市場を見て値段を下げたりしてますんで、あの決してめちゃめちゃ高いですよとかって頭1個抜けてますよっていう高さでは店頭には並べないようにはしてるので、あのそこはご安心していただければと思うんですけど、価格帯的にはちょっとねやばいと思います。じゃあこの辺もリセール気にされる方は、はい、ちょっとこう新車を買わないわけですよ。新車を買うときは必ずちょっとこう交渉してもらった方がいいです。なるほど、なるほど、はい、逆にだから価格が落ち着いてる、そうですね、はい、あの中古車だったり新古車だったりとかっていうのは逆に狙い目と、狙い目かもしれないですね。あと一つ大きいのは63シリーズが割と控えてるのが大きいかなと思うんですよね、はいはいはい、S もそうだし C もそうだし、うん、まあ、まだ納車というか発表になってなかったり納車になってなかったりするじゃないですか、うんうんうん、なんでその辺が入ってくるとまたちょっとこう全体的な雰囲気も変わってくるのかな、変わってくるかもしれないです。63ってまあある程度こう価格も残ったりするじゃないですか、はいはいはい、なんでこの辺の中間の車、うん、メルセデス新車とかはまあ割と、あとはその新車の、まあ、メルセデスなんかはそうかもしれないですけど、その、まあ、ちょっと話飛んじゃいますけどね、他のメーカーとかでも今の新車でついてないオプションがやっぱり未だにつけられないっていうのは、納期が早くなる。まだあるんですか。まだあります。なるほど。だそこでの価格とのその費用対効果とかもちゃんとしっかり見られて、なるほど、新車だからいいよっていうよりかは、まあ、1年落ち2年落ちでもオプションこっちの方がいいよとかっていうのもありますし、そこはちょっと見られた方がいいかもしれないですね。なるほど、はい、というのがこんな感じ。はい、じゃあ続いてドイツ御三家といえばアウディ、はい、でアウディといえばうちで取り扱わせていただく車種だとやっぱり RS が圧倒的に多いんですけど、はい、この辺僕のイメージですよ、はい、割と安定してるかな、最近のこのバブルっていうのにあんまり当てはまらないかな。で逆にそのこのすごく値上がりしたっていうイメージもあんまりないんですけど、いやそんなことないですね。あ、そんなことないんですか。一時期やっぱ値上がりしました。あ、そうなんですか。はい、新車より高かったりとか、 RS もやっぱ納期が待つ時期、年内、今でも年内あの新車ダメですっていう車種もあるぐらいなので、なんか枠がすごい少ないんですよね。枠が少ないんです、はい、これもそのアウディに限らずなんですけど、メーカーさんが、まあ、やらしい言い方かもしれないですけど、やっぱりそういうハイグレードの方がやっぱりこう商売としていい部分があって、ハイグレードを作り始めちゃってるメーカーさんとかも車種とかもあったりするので、意外に納期が今まで遅かったのが急にボンって速くなっちゃったりして、あ、結構あるじゃんみたいなのもあったり、話が出てくると徐々に下がってくるところですね。だから RS に関しては、まあ、今はでもそんなに玉数少ないんで、あの止まってるような感じはありますけど、うん、一時期ちょっと上がりましたね。なるほど。アウディの方も電気自動車ってどうなのかなと。あ、まだうちであんまりご入庫いただく機会も少ないですね。うん、車はすごいいい評価を得てるんですけど、はいはい、意外にさっきの話なんですけど、ベンツの電気自動車って話聞いてますか。聞かないです。あんまりちょっとなんか残っちゃってんじゃないかなみたいな話を、そうなんですか、ちらほら聞いてるので。でも新しい話はどんどん出てますよね。そうだ、だからそこら辺って今後どうなっていくのかっていうのも、僕たちもねこれから扱っていくことになると思うんで、すごいちょっと勉強はしてるんですけど、まだまだちょっと勉強足りない部分なんで、
もしなんかコメントで、そうですね、その辺を教えていただけたりとか、コメントは爆弾いっぱい入れてもらってもねそうですね、まあ、僕たちの爆弾はちょっとね、はい、控えていただければと思いますけど、まあ、EV はかなり来てると思うんですよ。ただ中古車があんまりまだ出回ってないんで、 そうですね、まあ、そこがどうなってくるか、うん、最近だとアウディって言ったらなんか電気っていうなんかイメージがなんかすごい、確かにだいぶ先進的にやられてますから、ね、うん、なので、うん、だからまあ値段値落ちっていう部分であれば、でもそこまで落ちてないのかなと思いますけど、アウディもやっぱりそのS8 とか A8 とか、だから BM の7シリーズなんかと同じような形で、うん、ハイグレードってすごい装備も良くて車もいいんですけど、一般の評価としてはちょっと下がりやすい部分があるので、新車でそこら辺狙ってる方は、まあ、よくご理解いただいた上でご購入いただいた方がいい車種だと思いますね。逆に中古車だと繰り返しになりますけど、狙い目の車種でもある、狙い目だと思います、はい、だとこの辺の車種ってやっぱりオプション結構重要ですか、はい、オプション重要ですね、はい、RS であっても、 RS であって、あ、そうです、 RS なんか特にそうですね。なるほど、やっぱりこの辺もスマ RS はちょっと弱いですね。なるほど、はい、じゃあこの辺の車種であってもオプションは結構いろいろ調べて、そうですね、ポイントのオプション何がいいのって聞いてもらえれば、多分うちの営業なんかみんな答えられると思うので、まあ、そこでここの外せないオプション教えてみたいな感じであればおっしゃっていただければ、まあ、一応参考までですけどね、はい、お伝えできると思います。じゃあ続いてポルシェ編でお届けしたいと思います、はいはい、ポルシェ最近撮らせていただく機会も多いんで、ええ、分かってはないですけど、いやいや、俺は分かってるみたいになっちゃった、なんとなく雰囲気は分かります、はいはい、ポルシェは特に納車がだいぶ遅れてるみたいで、はい、割と高値安定かなっていう気はします。高値安定ですね、はいはい、そして結構こういろんなこう変化が大きかったじゃないですか、うんうん、はい、ポルシェはねすごい難しいですね。パナメーラ、カイエン、体感覗く言っちゃいます、はい、覗くになっちゃうかもしれないですね。ですよね、はい、マカンはでも一時期ちょっと値段あったので、あ、そうなんですか、うん、マカンはね結構人気がありましたね。へー、パナメーラ、カイエンは車もう車すごいいいんですよ、うんうん、車はすごいいいんですけど、やっぱりちょっと新車価格からするとね、やっぱりちょっと下がってますよね。なるほど、はい、でポルシェに関しても今なんか新車だとスポーツモデル頼めないですもんね。あ、まだ頼めないんですか。まだまあ、すみません、2週間ぐらい前1週間、はい、2週間ぐらい前のディーラーさんとの話なんで、もしかしたら今は別かもしれないですけど、その時は頼めなかったですね。あ、なるほど、はい、じゃあもう911シリーズと K マンボクスターは、うん、もうやっぱり需要供給のバランスがまだ崩れているということで、うん、需要と供給はどうなのか分かんないですけど、まあ、やっぱりでも狭いじゃないですか。だからその難しいところではありますよね。欲しい方がいれば値段高いですけど、実際そのなんていうんですかね、市場の価格ってもう多分皆さんご存知だと思いますけど、その例えば1500万あるけど本当に1500万かって、動いてない車って実際1500万ないじゃないですか。だからそこら辺の車がやっぱりあったりするので、すごいちょっと怖いですね、本当の相場どうなのって考えると。じゃあ玉数も多いからやっぱり動いてないその価格帯も結構あるんじゃないかな、あったりあるじゃないかなと思いますけど、だからちょっとその相場が作られやすい車種なんかあるじゃないですか、まあ、RS とか GT3 と GT2 とかそうなんですけど、はい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 、ね、作られた相場だったりするので、まあ、でも皆さんご検討いただくぐらいの価格は大丈夫だとは思いますけ ど、 なるほど、まあ、ポルシェもやっぱり繰り返しになっちゃいますけど、装備オプションっていうのはやっぱり重要視されてますね、はい、で小島さん的には 911K1 ボクスター、うん、これおすすめみたいなのありますか。これおすすめ、いやでもね、役付き、いや前に動画撮ってたりするじゃないですか、はいはい、これ全部いいんですよ車わかりますよ、いいんですよ、だから役付きだからいいっていうのじゃなくて、はい、でもやっぱり、まあ、素の良さもありますし、素の良さもあるんで、はい、だからそれがやっぱり明確に分かるポルシェって僕すごい魅力だなと思うんですけど、だからどうなのかな、ちょっとリセールっていうちょっとそのやらしい下心を出すとどの辺ですか。どうなのかな、 SGTS、はい、かなっていうのが、まあ、そう言っとけば間違いないかなってなっちゃいますけど、でもクスでもいいですねちょっとそこね、はい、まあ、役付きとかマニュアルとか、うん、はい、NA 最後とか、はい、その辺はもう間違いないなって感じするんですよ、うん、でもそこって、まあ、その僕今はそのさっきの中古車相場崩れたっていう話の毎日毎日聞いてるんです。それ毎日浴びせられてくると、そういうそのなんか役付き NA なんとかっていうのもそれ理由につけして高くしてるんじゃないのみたいな、ちょっとこうやらしく見えてきちゃうんですよね。でもちょっと人間がちょっとね曲がってきちゃって最近でもすごい価値はあると思います。なるほど、はい、だからまあそこはもう
冷静になって皆さんも見ていただければなというのは思いますね。まあ、全体的には割と安定している方ではある。安定、ポルシェは安定している方だとは思いますね。ポルシェがいいかなっていう。個人的に星だけじゃなくてですか。それありますね、はい、そうですね、こんな感じです。はい、すみません、参考にならずに、はい、さあ続いてはもう一番ざわざわしそうなここの辺、もう触れずにはいられないイギリス車編でお届けしたいと思います。ちょうどいい感じに並んでるじゃないですか。ここすごい重要だと思うんですよ。重要なんですか。重要だと思います、僕個人的には。え、はい、ここもモザイクですか。モザイクした方がいいですか。はい、モザイク入れて、はい、ここってズバリどうですか。ズバリどうですか。ベンテーガはいい車です。だからね、もうここはもう僕らがどうこうっていう前に、はい、もうそれも事実だし、うん、やっぱり皆さんこうご存知のところだと思う。なんで売れなくなっちゃったのかな。わからないです。なんでだろうね。わかんないです。車はいいと思いますし、めちゃくちゃいいですよね、はい、なぜ動きが止まっちゃったのか、そこを旬じゃないんですかね。わかんないんです全然。うん、車めちゃくちゃいいし、めちゃくちゃかっこいいし、うんうん、いじると映えるし、まあいいですね、こんなハマる車ないなと思うんですけど、はい、なぜか市場で乗ってることは、ね、本当に申し訳ないですけど、はい、本当にあんまり最近動いてない。動いてない車種にはなります、ね、で新しいこうトピックがないかっていうと、ロングが出たりだとか、うん、はいはい、まあ、後期も、まあ、はい、結構前になりますけど、うん、出たりだとかしてるじゃないですか、うん、けどなんか全部カリナンにこう持ってかれてる感があるんですけど、カリナンもそうなのかな、わかんないですけど。いや、カリナンじゃないんじゃない。僕個人的にはなんかもうロールスとベントレー、はい、SUV ってのはカリナンとベンテガっていうイメージなんですけど、うん、だから、ね、旬で言っちゃうのかな、ウルスなのかな。2000万2500万のお車を買われる人って3000万ぐらいちょっと頑張ってって言い方いいんですけど、ご予算を見出してもいけるのか、それとも今ベンテガって1500から2000万ぐらいの幅、まあ一般的に中古車で言うとそれぐらいの幅だったら他の車種の方がいいんじゃないかっていうところの、皆さんそういうベクトルになってるのかわからないですけど、ちょっと今寂しい感じですよね、うん、逆にもうめちゃくちゃ今こそ乗るべきベンテーガじゃないかな。そうね、はい、ベンテーガねと思いますね。ユージさんとも動画撮らせていただきましたけど、はいはい、もう絶賛してましたから ね、 そ、 うですね。その割には半年ぐらいで話してましたけど、ね、それ車がこう新しいのを納車されるとかってまあまあそうですね、はい、そうなんですよ。だからまあ今でもベンテーガを検討されている方っていうのは今まあ狙い目なのかなと。結構落ちきってる前手までいかないですけど、うん、だいぶ落ち着きましたね。落ち着いてる感じはするので。例えば今から乗るので何かこうおすすめなのってありますか。色は冒険しない方がいいよとか、オプションいっぱいついてるやつの方がいいよとか。まあもちろんマリナーはね、はい、マリナーとかシティとかそういうのは全部ついてた方がいいですよね。あとはないかな。まあ色は白黒シルバーその辺、黒が人気とか。まあ人気は特にないと思います、ね。本当。まあでも白黒がいいんじゃないですか。はい。だから この今この在庫にあるこれなんかすごいいいと思うんですよ。いや僕もすごくいいと思う。なんで今売れないのかって言いそうなやつ。そうね、はい。なぜお声がかからないのかがよくわからないんですよね。値段もかなりこうだんだん下がってきてますからね。だから去年の暮れぐらいで2000万ちょっとぐらい、あ、まあ値段に強いのかな。はい、まあ、2000万ちょっとぐらいだったか今1000、はい、ね。800とかそこらへんまで下げてるんです。200万1年で下がってるんで限界に到達しちゃいますね。そうだよね、はい、だからちょっとどうかなっていう、まあ狙い目だとは思いますけど、なんでですかね。まあ、しかも言っても前期後期あっても現行ですからね。まあね、はい、でこの辺の車ってやっぱりこうモデルチェンジフルモデルしちゃうとガクッてこう下がるじゃないですか、うんうんうん、はい、でも古さはそんなに感じないからね。そうですね、うん、でこの辺もこの辺ね、はい、この辺ね、はい、そしてこの辺はどうでしょうか、はい、この GT とか距離数ってすごい大事だと思うんですよ。あ、はい、特にこの辺の車ってことですか。この辺の車って、はい、例えば今1万8000キロ買いました、はいはい、で乗りました、はい、2万5000キロです、はい、ちょっと値段下がっちゃうと思うんですよ。あ、小島さんの感覚でいいんですけど、この辺乗るんであればどのぐらいの距離までができれば、まあ、年も手放す時に1万5000ぐらい。あ、これちょっと走っちゃってるんで、はい、これピーかもしれないですけど、はい、あの別にその寝落ちとか気にしない人はいいですよ。全然好きな車で乗るっていうんで、まあ、3000万クラスの車ってやっぱ振り幅が大きいので、できれば5000キロ1万キロ間ぐらいで買われて、でもそんなに乗る車だとは思わないんですね、まあ、そこら辺で手放していただいた方がいいのかなと思います。まあ、走っても1万キロ1万5000キロぐらいだと印象がいい。印象がいいですね。だからそれが2500万以上3000万ぐらいの車になってくると、
お客さんに住める車としてってなってくるとお知らせします、まあ、こういう感じでこういうプランになってきますけどどうですか、いやそれだといい、いやそれでもいいよ別に欲しいかなって方もいらっしゃいますし、いやそれだとちょっと他の車種の方がいいかなっていうところもあるので、まあ、そこはうん、これ爆弾ですね、ちょっとね使えないかもしれないです、はい、というのが、まあ、イギリス車ベントレー2台ですけども、はい、こんな感じになっております、はい、さあ続いては、はい、もうここはもう終始モザイクと終始音声がちょっとお届けできないかもしれないですけど、本当にそんなに意気込んじゃう、はい、もうここじゃないですか今、もうその中古車バブルって崩壊って今言われてるじゃないですか、はいはいはい、ど真ん中の車だと思うんですよ、まあ、もちろんレクサスに限らず、はいはい、国産のちょっと納期が遅れてる車とか、うんうんうん、まあ、あとはトヨタの某車種だったりとかっていうのは、はい、もうまさにその中古車バブルど真ん中じゃないかなと、うん、でも具体的に言っちゃうと、うん、まあ、例えばその GTR だったり、うん、ランクルだったりとか、あとレクサスのこの辺の納車待ちの車だったりとか、うん、もう大変なことになってるじゃないですか、うん、GTR すごいね、大丈夫ですか、引きつってないですかいやいや今、ね、もう これは喋れない、 GTR はすごい逃げた感じだけど、はい、ちょっと国産車ってなんでしょうね、国の日本車ってやっぱ本気出したら強いですよね、納期とかやっぱり海外のメーカーと違ってやっぱ強いなと思いました、確かに、はい、本気出せば作れんだみたいな、なんか一説によるとロシア向けの、うん、特にランクルなんかはロシア向けのがなくなったんで、うん、それが全部こう国内に向いて、うん、どんどん納車が始まってってるって言って、はい、バーンって高く出してたのが、はい、こうあれよあれよと、はい、やばいやばいやばいっていう雰囲気に今なりつつあるっていうのは僕は聞きました、はい、事実かどうかは分からないですだから別に僕も家で乗ってるアルファードは、まあね、売る気ないんですけど、はい、すごい高値になって、あ、一時ですよね、すごい笑ってたんですけど、はいはい、まあでも売る気ないんであれなんですけど、でも今は変な話ですけどオークション会場とか行くじゃないですか、あふれ返ってます、あ、そうなんですか、はい、まあ、変な話ストックヤードとか行くじゃないですか、はい、ランクルはあれですけどアルファードもう生産工場化ぐらいに回ってあって、だから値落ちがあるのと、あとも輸出がメインだと思うんです、はい、その年数によって、まあ、変な話、2年落ちが1年落ちより高かった安かったりとかするのはあるとは思うんですけど、まあ、そこら辺は結構大変ですね。で、多分中古車情報サイトなんか見て、いやそんなに下がってないよっていう方も多分見てる方でいらっしゃると思うんですけど、実際にその反映されてるかどうかはまた別の話なんですよね。そうですね、はい、だ今後だからそういう車が下がってきたりとか、うん、まあ、売れてなくなった時に次でこう入ってきた時にすごく価格が下がってるっていう可能性もあるん で、ね、今まさに真っ最中の車が、まあ、その辺当たるのかなと、うん、需要と供給がやっぱり分母が大きい車ってやっぱ怖いですよ、人気はあるんですけどね、やっぱりそこはね、特にランクルなんかはかなり今納車がどんどん進んでるということで、うん、ランクルはちょっとねバカみたいになりましたからね、本当にランクルの査定とかってやっぱり来たんですよ、はい、だから嬉しいことにボンドさん買い取り高いでしょって皆さん言っていただけるので、もちろん頑張ってはいるんですけど、ランクルに関しては怖くて値段つけられませんっていう感じで回答をさせていただいた、もう本当に安全牌のこの金額しかつけられませんみたいなところはありましたね、それは、うん、まあ、お客さん決まってれば、まあ、もちろんそのもちろんそれはいいんですけどね、やっぱりその、はい、店頭で置くにはやっぱりこう間違いない金額でしかご案内することができないって、うんうん、NX もね、はい、ちょっとねどうですか、 NX はどうですか、ズバリ正直ちょっと怖いですね、はい、値段は落ちてるっていうか落ち着いてきてる、まあ、一時期その納期がね遅いとかっていうのも、それもこの新しいモデルもそうだったんですけど、今やっと納期が始まった形になって、でも今一時パッて始まってまたストップしちゃうみたいなんですけど、でもストップした時にどうなるか、でストップした時にまた本気出されて作ってきちゃうかっていうところもあるとは思うんですけど、だから今ちょっと曖昧なところだと思いますけど、でも価格帯的にこれってまあ600、700567ぐらいじゃないですか、他の例えば輸入車の高額車両だったら500万ドーンって動いちゃうこともあったりするので、じゃあこれが200万円になりますかってことはないので、まあ、そこら辺はまあまあだと思います、まあ、あとは今新車の値段も上がってますからね、上がってますからね、で新型だってこれ700万円からみたいなのですもんね、そうですね、はい、だその点こう一個前の世代だったりだとか、うん、中古車価格で少し落ち着いてるものであれば、はい、まあ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 っていう感じがすると思うんですけど、LC に関してはこれも LC もう皆さん乗ってる方は感じてられてるかもしれないですし、うちも在庫があるのでちょっと声を変えていただければと思うんですが、はいはい、LC のコンバーチブルはちょっとあ、じわじわ来てる感じですね、いやじわじわじゃないですね、あ、じわじわじゃないんですね、スコーン、なるほど、ス
コーンときましたね、はい、ただ LC ってもう今後おそらく生産終了になるじゃないですか、はいはい、だからその辺長期で見たときには、はい、もちろん可能性は可能性はあるかもしれないですけど、はい、今売ったら高いんじゃないかっていうのはちょっと一休憩、なるほど、一旦落ち着いてる感じです、ね、落ち着いてるですね、はい、でもう最後にまたもう一度重ねて言いますけど車は悪くないです、はいはい、最高ですフォローなってるんですか、なってないかもしれないですね、はいはい、さあ続いて、はい、もう中古車バブル崩壊、はい、もう一つのこの外せない車種といったら、はい、スーパーカーだと思うんですよ。そうですね、特にイタリア車、はい、この辺はどうですか。そうです、ね、僕から先に言っていいですか。はい、あのバグってる車種がバグりすぎたなっていう、はい、もうとてつもない、もう倍がスタンダードみたいな、うん、でもう場合によってはもうそれより高いみたいな、はい、それはだいぶ落ち着いたなっていう感じはします、うんうん、ただまだ倍だなみたいな、うん、はい、だからなんて言ったんですかね、価格の優等生だったんですか、まあ、卵ですよねこれ。あ、価格の優等生卵、はい、卵がでも値段上がってる、あ、はい、今ね市場上がってるじゃないですか、はい、でもフェラーリも、あ、フェラーリでもって思ってる時代に来ましたね。あ、そうなんですね、はい、一時のこう高騰はもうないですね。ないですよね、だから高くなりすぎたんですね。ですよね、はい、まあ、もうなんか損しないどころか、うん、ただで乗れるをもう通り越して、はいはい、乗って半年後1年後に儲かっちゃうみたいなっていうケースもここ 1,2、はい、年あったじゃないですか、はいはい、それはもうない。いや、それは分かんないですけど分かんないですけど、はい、でもやっぱりまあ基本的にはお車って得するものじゃないじゃないですか、まあ、基本的にはそうですよね、はい、だからそれはもう得したらラッキーと思っていただいた方がいいと思います。なるほど。だからやっぱ458に関してもやっぱりちょっと今適正になって、もう車は少ないので今多分市場に乗ってるのって高い位置になって、高くないキープしてるんじゃないかって思われている部分もあると思いますけど、実際もしかしたらキープされてるかもしれないですけど、感覚的にはやっぱり通常に戻りつつあるのかなっていう感じはしますね。まあ、それでも、はい、いい金額ですよ、はい、全然、まあ、もちろん大暴落っていうのもおそらくもう増えない車なんで、はい、そうですね、はい、まあ、暴落ってないとは思いますけど、アベンタドールなんかもおそらく、まあ、アベンタはただ上がり幅が大きすぎると思うんですよね、アベンタドールに関しては。アベンタはね難しいですよ、 J とか倍じゃないですか、うん、はい、それズバリどう思いますか、小島さん。いや、そこはねちょっとね、まだ僕の中ではバブってるかなっていう、バブってると思いますし、はい、作られてんじゃないかなっていう感じはしますね。なるほど。ぜひねそこはね、結構うちのスーパーカー詳しいスタッフとかいるんで、この企画を見て反響良かったら、なんかそういう子たちもね入れながら話すると面白いと思いますけどね。でもちょっと、うん、難しい。なるほど。とは思いますね、うん。まあでも究極のところはもう好きな車を買っていただいた方が。いやだから結局だからその、はい、株って言い方で、あの投機対象としてはあんまり時期的にも良くないですもんね。フェラーリとかって僕やっぱお客様いらっしゃいますし、はい、結局買ってるお客様とかいるじゃないですか。でも損する損しないって手放されてる方いらっしゃるじゃないですか。でも手放したら手放したで乗れないからミーを売っちゃうよって言っちゃうんですけど、実際売っちゃうと寂しいんですって皆さん、うん、やっぱりこれフェラーリ、まあ、もちろんスーパーカーそうなんですけど、所有するそうですね、やっぱりお気持ちっていうのが、はい、やっぱり日々のお仕事のメンタルだったり、あのそういったところにすごいプラスになってると思うんですよね。だからそこの数字だけで判断っていうのは、まあ、今回数字だけのお話になっちゃいましたけどまあまあ夜な夜なのちょっとね聞き流し程度にしていただいて、ポッドキャストみたいにこうそういう感じでねしていただけるぐらいな感じで聞いていただければと思うんですけど、やっぱ車の魅力ってそこじゃないとは思うので、まあそういったところも一参考にしてもらえればと。じゃあこの辺のスーパーカーに関しても、うん、まあ、フェラーリだったとしても、まあ、最近じわじわっていう感じですかね。じわじわっていう風な感じ、はい、でももちろん変な話ですけど、ね、下がってますよって言った方が楽なんで、そこに言ってる部分もありまして、高くなりますよっていうところもあるとは思うんですけど、まあ非常に価格の優等生だったフェラーリもかというところはもちろんあるのか、高くなりすぎたのが通常に戻ってくるのかっていうところがあると思いますね。じゃあ続いてフォーカスしたいのはアメ車編ということで、はい、アメ車編って言ってもいろいろありますけども、はい、うちの場合取り扱わせていただくのは正規輸入車がほとんどなんで、はい、まあ、メインとなってくるのはこのジープラングラーかなと思うんですが、いかがですか。僕個人的には、まあ、さっきの卵じゃないですけど、はい、割と安定じゃないかなっていう、はい、いつでも、まあ、割と高い、中古車でも割と高い、はい、イメージですけど、はい、違うんですか。難しいですね。あ、そうなんですか、はい。ラングラーを買われるユーザーさんってちょっとまた違う、欧州車を買われ検討される価格のお客様とちょっと
違う雰囲気の方、雰囲気って言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、ちょっと違う感じなんですね。で値段結構すごい、なんて言いましょうか、敏感な方が多かったりとかするので、なんか強いっていうイメージがもうなんかちょっとなくなってきてる感じ。いや、一時的だからこうなっちゃったんですよ、はい、だからそう今安定になってるかもしれないですね。だからすごいいい時期ではありますけど、やっぱり車の価格と車の質っていうのがちょっと離れてた車だになってる感じがあったんですけど、今ちょうどこう、まあ、この車でこの価格だよねっていうのがちょっと合ってきてるような感じだと思うので、ちょっとその一時期は、怖かったですね。なるほど。一回ガーッと下がってきた時があって、やばいなって言って、でも結局、まあ、さっきのお話じゃないですけど、優等生なんで、うちも変な話だけど仕入れた金額でまたオークションで投げて出せられたので、まあ、私たち今業界で言うと逃げられたので、もう全然良かったんですけど、ちょっと怖かった時期がありますね。なるほど。でこの車ルビコン、ちょっとこれやばいな。これはいいですか、特殊すぎます。これぜひお約束しますんで、ぜひ、はい、これあ、じゃあもう表示価格よりかも、これ頑張ります、小島店長にご相談いただけると。これはね、ちょっとね、この場を借りて、なるほど、新車で新古車なんでいいですけど、ぜひ皆さん、1個難点は車がでかすぎます。そうですね、信じられないぐらい長いということで、はい、ちょっとここは需要と供給のそのマッチがちょっと難しいかなと思うんですけど、これはですね、はい、もう今日はね、ぶっちゃけトークでいきますけどね、もっとね、当たると思ってましたね、僕たち、はい、だから何店舗、何店うちの店舗で仕入れたんですけど、はい、意外に反響がね、なるほど、ちょっと弱かったと、はい、いい車なんですよ、ここは、はい、でも趣味的があってね、意外にちょっとまあね、失敗しちゃったかな。これ最後ですね。はい、じゃあここはご相談いただけば。結構中古車の価格って変わらないと思ってる方もいらっしゃるんですけど、はいはい、日々こう、価格変更なんかは割とあるんですよね。しますし、僕たちもやっぱ日々相場を見て店頭の価格は調整はしてるので、だから売れないから安くなってるってことじゃなくて、やっぱりボンドさん高いよねって言われることあるかもしれないです。うち別に高くはないと思うんです。で、適正価格で、うちの社長もよく言われるんですけど、適正価格で販売はしなさいよっていうところがやっぱりうちの売りだと思うので、もちろんそのね、他店と比べたら高かった安かったりってもちろんこそあると思いますけど、そこをやっぱり気にして日々値段値付けしてますんで、まあ、そこら辺はご安心していただいて、だから見返していただけると、あ、結構下がってるなんていうこともあるあるの話で、はい、ありますかね、はい、でさらにこちらの車であればご相談いただければ、これ、ね、頑張れるかもしれない、むしろ頑張りますということで、売りたいです。なるほど、はい、じゃあ興味ある方はじゃあ一回価格のところは、はいはい、ちょっと頭が離してもらって、はい、小島店長にご相談いただけるといいことがあるかもしれないということで、はい、こんな感じになっております、はい、さあというわけで今回はいつもと趣向を変えて、はい、まあ、大体の相場感というか、そうですね、はい、そんな感じでお届けしたんですけれども、はい、結構こうポジションによってこの動画の評価変わるかなと思ったんですけど、何がした。評価ってすごい怖いこと言うんですね、まあ、評価というか印象が、はいはい、やっぱり今持ってて手放そうと思ってる方には、いやマジかよっていう動画になっちゃったと思うんですよ、はい、ただこれから車を検討されてる方にはすごく逆にいい時期なんじゃないかなと。あ、車は安くね買えますからね、はいはい、なんでバブルって言っても別にそれがなんかなくなっちゃってるわけじゃないじゃないですか、うんうん、はい、売る方は安くなっちゃってますけど買う方も安くなってるんで、そこのバランスが良ければ、はい、まあまあ通常の売買の取引になるのかなと思いますけど、だから結構車欲しい方には悪くない時期なんじゃないかなと、うん、ね、安くなったしねってね、はい、いや僕もね自分乗り換えたい車があって見てるんですよ。なかなか下がらないですよね。だからそれもね楽しみなんですよ。なるほど。だから車好きな方には、はい、今結構相場見るの楽しかったりしますよね、うん、まあ、結構動きがありますから ね、 ありますからね。なのでその辺も踏まえてご相談いただけると、はい、まあ、お支払い方法なんかももう様々ご用意してますからね、まあ、ありますからね、はい、だからこの動画もしね高評価いただければまた別の店舗でも、そうですね、まあ、内容ももしかしたらパワーアップしてもっと踏み込んで、そうですね、やるかもしれないですけど、これ以上踏み込んだらまずいんじゃないですか、はい、そしたらもうついたて立ててついたての向こうで喋ってもらう感じになると思いますので、ぜひぜひこのチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。